三河県は日本県の県種の一つ、愛知県で作られていた知県の一種である。現在絶滅寸前で入手は困難を極める。ここでは広い意味での三河県として、以前から実際に猟県として存在していたものと、かつての日本県ブームに便乗して作出されたものを解説する。こちらは愛知県で実際に作出されていた知県タイプの猟県である。 古くから群れで仲引く、大動物を狩るのに使用されていて、漁師たちの重要な片腕として用いられていた。多くは額に十字もしくは丸い模様を持ち、毛色は赤、ゴマ、黒など。立ち耳、巻き尾で獅子がしっかりしていて、性格は忠実で飼い主以外には懐きにくい。冬毛は陶磁器の絵付けに使われた。すでに純血種は耐え、血を引く犬が、 わずかに残っているだけである。過去に日本の犬たちを飼うことがブームとなった際、ある業者が絶滅寸前の蒸気の三河系を用い、芝犬や中国のシャンドック、韓国の食用犬であるヌロイなどを交配して、全く別の犬種を作って販売していた。実際には三河犬が使われていなかったとする説もある。愛犬家はこの犬種のことを三河座犬や三州犬と呼んでいる。 ニカ県として JKC に一時登録されていたが、後に純粋な日本犬でないことが発覚し、登録を抹消された。外見は大きめの芝犬によく似ている。額に黒い模様がある個体は少ない。目は小さくて鋭く、がっしりした体に、紐は厚くて、毛色は茶色赤。絶版が見られることもある。立ち耳で、尾は巻きを、または刺しをである。 この犬の純血種はあまり残っていない。この種の血を低い犬は普通の雑種犬として生存しているという。デズモンド・モリスの犬種辞典には三種犬三河犬としての掲載があるが、どちらも三河雑犬のことを指している。記事内ではガードドックに分類されているが、これは誤りである。確かに元々の三河犬は両犬と番犬をこなすが、近藤。 誤解をしないように注意が必要である。なおイラストは三河雑見である。ありがとうございます。